ヒャダインのガルポップ。全国の皆さんこんばんは。ヒャダインのガルポップ、パーソナリティのヒャダインです。この番組は新世代のアイドルグループやガールズポップスについて私ヒャダインとお迎えしたゲストで語り尽くす番組です。いやー嬉しい、今日のゲストなんですけど、僕が大好きなバンドですね。先日コンサートも見に行ったんですけど、まあかっこいい。日本の音楽シーンって全然イケてるなっていうのを感じた次第ですね。というわけで、本日のゲストなんですが、男女2人組のロックユニットのグリームスパンキーの皆様です。桑田佳祐さん、佐野元春さんが絶賛され、今年初めての武道館ワンマンライブも行う予定の期待のユニットです。本日はグリームスパンキーが語るガールズポップスをテーマに10時45分までお送りします。 NHK FM ヒャダインのガルポップ。本日はグリームスパンキーのお二人をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にもうね、ありがとうございます。僕ただのファンですからね、本当に申し訳ない。恐縮です。昨年の5月にライブイベント一緒になって、はい、その時にみんなロバートンさんが好きだっていう話になって、はい、僕ら やばいよね。やばい、もうしょっちゅう見てるよね。あの神様だと思ってるので、うん、いや僕もそうなんですよねもう最高です。もうロバートンやることなすことが面白い、ねね、3人がいるからいいんですよねそうなんですよ、そうなんですよ。あのよくテレビとか出ると、ええ、ロバートが好きって書いてあるのに、ええ、あ、秋山さんが好きなんですねって言われるんですよ。そうじゃないんですよね、はい、もう3人でロバートなんで。ちょっとなら今から抜いてみません、はい、あ、抜いてみますか抜いてやりましょうか。いきますよ。本日はグリームスパンキーのお二人をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は、僕は去年5月のライブイベントで抜け、僕抜けないんですよ、笑っちゃうんですよ。スポーツ選手の気持ちにならないよね。そうですね、初めてのね、CM ね。楽しかったです。そうなんですよ、あの抜くっていうのはあのロバートのねコントで。結構難しいねこれ。難しいね、あれなんか平気な顔でやってるけど、ね、そう、スポーツ選手のメディアに出た時にある棒読みやっぱすごいなロバートすごいですよ ね、あれすごいですね。意外とできないね。できないですね。できないんですよ。難しいですねちょっと僕も頑張って抜いて、あのグリムのプロフィール紹介したいと思いますね。はい、お願いします、はい、ボーカル&ギターの松尾レミさんギターの亀本弘樹さんによるユニットで、2007年当時高一の松尾さんがメンバーをもうちゃんとやります、ごめんなさい、無理だ、無理ですね。難しいよね。難しい。ボーカル&ギターの松尾レミさんに、ギターの亀本弘樹さんによるユニットで、2007年に当時高一だった松尾さんをメンバー、はい、あ、松尾さんがメンバー集めたんですね。はい、そうです。で活動スタートで、2014年の6月ファーストミニアルバム焦燥でメジャーデビューで、はい、先日サードシングル愚か者たちをリリースしたばっかりで、5月に初の武道館ワンマンライブを開催予定ということでございます。はい、はい、絶好調楽しくやってます、はい、楽しくやらせてもらってますね。僕あの先日1月に行われたスタジオコーストでのライブを拝見させていただいたんですけど、ありがとうございました。好きなことをしているなという印象がすごくあって、はい、ありがとうございます。好きなことだけをして楽しそうで、うん、あといいなと思ったのが、お二人ともグリームスパンキーの大ファンなんだなっていう感じがすごいしたんですけど、はい、僕らがですか。そう、はい、私は好きですね、自分の作る曲とかサウンド、グリームスパンキーのサウンドが、でもなんかそのラブがないと、うん、自分がこんなにも愛しているのに人に伝えるときってそれが半分ぐらいになってしまうので、うん、どうしてもその愛が、ええ、そうですね、だから人に最高に届けたいから自分の曲はちゃんと愛してやっぱ届けたいし、自分のステージが最強だと思ってやりたいし、逆にこう私も人のライブを見に行くときに、ええ、自信ない人のステージなんて見たくないし、そうですよ、最高だと思ってパフォーマンスしてもらいたいので、そういう風にしています、自分で。うん、僕らとしては自分たちの曲って、うん、なんか例えば音楽聴くときに、誰しもが好きなものと嫌いなものってあるじゃないですか、これすごい私好き、でもこれ好きじゃないな、でそれって人それぞれじゃないですか、いろんなのがある、で僕らはこれが好きっていろいろあって、それを集めたのが自分の曲なんで、うんうんうん、好きじゃないわけがないというか、好きなものだけ集めたものだからね、好きに決まってるって感じあるよね。こう大前提の根本的な部分はやっぱり自分たちの曲がいいと思ってやってるっていうのがあるので、なんかその
ハッピーが伝われば嬉しいなと思ってやってます、すげえそれ伝わって、お二人のステージ見てたら、はい、下手な言い方するとモテようと思ってない感じがすごくあって、はいはいはい、かっこいいものを皆さんにお届けするのは、それは自分たちの振る舞いとかじゃなくて、全ての音楽で殴っていくぞっていう感じで、はい、なんか自分たちのためにやってないっていう感じがすごくして、うんうんうん、ありがとうございます、いいなと思いました。僕ありがとうございま す、嬉しいね、そうやってやってもらえると。純粋にやってる人はあれだけど、うん、ただ本当に好きで、なんか音楽好きでこういうのかっこいいよねとか言ってやって、ライブでもこういう風にやろうぜとかやってるだけなんで、確かにモテようって考えてなかったね、うん、男の人はあるかもね。いや僕ね、モテたいと思ってたんだけど、よく考えたらね、モテようと思って考えてライブしてなかった。あららもっと考えて、いやいいいいいいいやいやいい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 い、変なこと言っちゃったかもしれない本当ね。ということで今日なんですけど、グリムスパンキーが語るガールズポップスと題しまして、松尾さんがね、セレクトしていただいたナンバーを聞きながらじっくりと語り合いたいと思うんですが、はい、まずグリムの曲1曲選べと言われて非常に悩んだんですけどありがとうございます。この間もやってた、はい、褒めろよにしようかななんて思ってるんですけど、やっぱその歌詞が、僕ほんとすごいなといつも思いながら見てるんですけど、一緒にね、歌詞書かれてる石渡淳二さんもこの間ガルパブ来ていただいた時に聞いたんですけど、難しい言葉じゃなくて普段使ってる言葉なんだけど、なんかすごく特別な意味になるというか、特別というよりも何でしょう、なんか攻撃力を増すというか、強烈な意味合いになるっていうのがすごく上手だなと思っていて、やっぱその難しい言葉とかで使うのってある意味楽だとは思うんですけど、日常的以下ぐらいの言葉を使ってるのにすごい強くなるっていう、例えば褒めろよだったら古いやつらの古いやり方を批判するのは簡単だろうっていうとかすごく好きなんですけど、この時点でなんか一元的なパンクではないというか、表層的なパンクではないというか、なんか表層的に反体制になるのは簡単だけど、そうなんですよね。まず聞いてもらえますかね、はい、というわけですいません、聞いてください。グリムスパンキーで褒めろよです。グリムスパンキーで褒めろよお届けいたしました。もうかっこいい、ありがとうございます。歌詞はコツとかあるんですか、こだわりとか、どういう風に聞けばいいか分かんないですけど、もうさっきヒャダインさんがおっしゃった通り、簡単な言葉っていうかシンプルな言葉を使って深い意味を感じさせられる歌詞を書きたいなっていうのは自分の中ではテーマとしてあって、もちろんこう難しい言葉を使っていい曲もあるし、あるんですけれど、年代によっても様々な受け取り方ができるような表現をしたいなって思ってます。例えば小学生が聞いても、聞いたらこういう受け取り方だし、おじいちゃんが聞いたらこうなるしっていうような、なんかそういうこう器のでかいこう歌詞がやっぱり自分の中で思う中でそのロックだなって思うので、そういう歌詞を書きたいなと思って書いてます。意味がわかりますよね、グリムの歌詞って。ありがとうございます。それが強烈に刺さってくるんですけど、風景も見えるし。嬉しい。それ考えてるな、松尾さんね。それ考えてる、でですね、その元々のその原体験について聞いていきたいと思うんですけど、音楽との出会い、お二人はまず原体験はどこにありましたか。父親がレコードマニアだったので、幼い頃からレコードは常に回っていたんで、原体験というよりももう多分お腹の中の時からきっとレコードを聞いていたんじゃないかなっていうぐらい、もう常に音楽は鳴ってましたね。ってことは今ミュージシャンやってることはご両親はお喜びになられてるんですか。はい、そうですね、喜んでますし、父親ともいい子友達みたいな感じになってて、お互いイケてる音楽とか発見したらこう教え合ったりとか。なんすか、めっちゃかっこいい仲じゃないですかそれ。結構その父親も若いのには負けんわみたいな言ってパパはちゃんとアンテナを張ってんだからなとか言ってなんかいろいろな国の面白い音楽を教えてくれますね。いい関係ですねそれは。亀本さんはいつだったんですか。僕は初めてCD とかを自分で買って、もう僕の時には MD で聴いてる人いっぱいいましたけど、もういわゆる MP3 とかのプレイヤーとかも出てた時期だったんで、今26でしたっけ。27で今年28なんですけど、CD を買ってもうすぐ僕 MP3 にしちゃってましたね。でそれがもうね小学生だったかな。マジで。そう、早いでしょ。早い。 MP3 プレイヤー出たてだったんですよ。でそれ買ったのが SMAP の世界に一つだけの花と森山直太朗さんの桜読書を買った。懐かしいみんな聞いてたやつね。みんな聞いてたですね。あとあれ金木犀。あ、懐かしい。こんにちは、 ありがとう、はい、あれも買ったな、シングル。
二人差が激しいですよね。一人はアナログでめっちゃね聞いてたと思ったらこっち MP3 で聞いてたっていう。しかもそれ時代がそう、いやついできんわ私も。ですよね。うん、でそのレミさんは小さい頃聞いてたガールズポップスとかはどんなんがありましたか。はい、ですね。女性の歌うものとして記憶に残ってるのが、本当よく聞いてたのがピチカート5だったりとかカヒミカリだったりとか、そういう渋谷系が家庭でよく流れていたので、そういう系は聞いていて、家とは別に自分で好きになって聞いてたのがユキさんとかチャラさんとか、あとブリリアントグリーンとか、あいいですよね、トミーフェブラリーとかすごい好きだったんで聞いてましたね。渋谷系で育ってきたんですね。そうですね、もう保育園小学校最初とかは日本の音楽は渋谷系かハッピーエンドとか、はい、ナイアガラとかそういうのとかあと、あのベルウッドとかそこら辺の、はい、あの日本のロックフォークとかを聞いてましたね。いい上層教育ですよね。どうなんでしょうかね。いやそれはご両親やりましたね。僕が子供できたら絶対そういう風に育てると思うんですけど。で事前アンケートでカヒミカリーさんを挙げられてましたけど、はい、どんなところに惹かれたんですか。ですね、もうカヒミカリーはめちゃくちゃこうキュートで、ウィスパーボイス的な、はい、真似できない国籍不明な感じっていうのも本当に大好きですし、はい、私たちが小学校ぐらいの頃に、ちびまる子ちゃんのオープニングがカヒミカリーの、ねはい、ハミングが聞こえるって曲で、しかもあれ小山田圭吾さんが作ってて、はい、なんかもうその渋谷系を聞いてた人間からするともう、はあ、さくらももこさんセンスいいみたいな。そう本当そういうのがあって、時代とも私はそのカヒミカリーとかチカート5は重なってましたし、もうその何よりこの国籍不明なキュートな歌声に惚れてよく聞いてました。でもあれですね、その歌声がミュータントな人が多いですね、うん、今聞いた感じ、チャラさんもカヒミカリーさんも、うんうん、ミュータントじゃないですか、うんうんうん、もうまあレミさんもミュータントだと思うんですけど。僕ねそうなんですよ、グリムがすげえなと思うのが、久しぶりに出たミュータントと思ったんですよ。ミュータントっていう、まあ、なんでしょう、普通じゃないじゃないですか、はい、普通じゃない。でピチカート5の If I Were a Groupie、はい、これも上げていただいて、はい、もうこれはどういった、これも大好きな曲で、この内容もグルーピーのロックの追っかけをしてたっていう、お年を召した女性のナレーションと、そうですね、それが終わった後に飲み屋さんの声で歌われるメロディーっていうのが本当にもう映画を見ているかのような感覚になって、すごい好きな映画で、あの頃ペニーレイントっていうあの映画があるんですけど、それの映像が私は何かこの歌で脳内で再生されるようなことが起こるんですよね、この曲を聴くと。If I Were a Groupie と、はい、あのツイキツイキって曲があって、はい、ツイキツイキ、あの曲が保育園の頃からすごい大好きで、上層教育やで。でもそれをよく父親とこう踊りながら、ツイキツイキは歌って、で If I Were a Groupie はCD で聴いてっていう感じだったんで、もう昔から聴いてきた、なんかこう聴くと落ち着けるというか、すごいこうキラキラしてる曲なんでときめくんですけれど、なんかこう昔からそばにあったような曲っていうイメージがあって、そういう曲って古くならないですよね。そうですね、野宮さんのライブであのゲストボーカルで出演させていただいたんですけど、去年、はい、その時に次々と If I Were a Groupie を歌わせてもらって、おいい話、いい話だ。本当に嬉しかったですね。確かにあの、はい、グリムの曲のロードムービー感ってすごいあるじゃないですか、はい、ありがとうございます。なんかグリムスパンキー自体がもうロードムービーの主人公じゃねえかっていう思うぐらいなんですけど、はい、しかもアルバムごとにちょっとストーリーが変わってる感じもするんですけど、はい、ありがとうございます。映像換気性みたいなことは気をつけます、考えてます。ですね、曲作るときに勝手にもう脳内にその絵画とかそういうものを作り込むので、世界観を、はい、多分その考えなくてもそうなる、なります、いつも。だから絵を描いてるような感覚と近いですね、曲作るの。面白い。そう、なんかすごい、どうしたんですか、いきなりお腹刺さって。めっちゃお腹なるんで。いや大丈夫です。いやこれサービス音ってことで。サービス音ですかね。なんだよそれ。何すか今ツッコミ。どうする、誰かがさそこの部分をさちょっと入ってるの録音してさ、音量上げてさ、なんか使っとったら
ちょっとトラックメーカー的な YouTube に上がった松尾さんのお腹の音をサンプリングで、はい、サンプリングでね、いよいよたまに喋ったらそれですか。あ、すみません。いや、いいんですよ。あ、わ、面白いです。僕か、亀ちゃん大好きです。ありがとうございます。というわけで、では松尾さんから曲紹介お願いします。はい、大好きな曲です。お聴きください。ピチカート5で If I Were Groupie。ピチカート5で If I Were a Groupie をお届けいたしましたが、こうロック好きだと 60s とか、70年代前半とかそこら辺の時代にちょっとこう憧れる気持ちもあって、なんかこの曲って過去のことを言ってるじゃないですか。だからなんかその自分のこの憧れこうだったのかなっていう、こう想像する幻を言ってくれてるような気がして、なんかすごくときめくんですよね。なんか私もじゃあもしビートルズがバリバリライブしてた時期に少女だとしたら、めちゃくちゃおしゃれしてきっと追っかけていくだろうなとか思ったりとか、なんかそういう夢をくれる曲ですね、これは。なるほど。このオーバードーズっていうアルバムが、うんうん、まあ、ちょっとロック寄りだった気がするんですけど、はいはい、グルーピーだったら、ね、うん、ビートルズがもしもいたらこういう風になんじゃねえかみたいなのある一方で、はい、このアルバムにスーパースターって曲入ってるじゃないですか、うん、はい、どうですか。私あれもライブで歌ったんですよ。うぃー、ありがとうございます。ピチカートの曲を聴いてくると、はい、あの曲ってかなりこうロック的じゃないですか。かなりロック、一番ロックかもしれない。で、もう小西さんはもうめちゃくちゃもうレコードマニアです。もういろんなとこからインプットで持ってこられてるので、ちゃんとこのカルチャーはつながっているっていう証明にもなる一曲だなってすごい思っていて、うんうん、例えばフレンチな感じだったりとか、いろんな国の音楽がピチカート5の中には入っているけど、ロックの歴史っていうのがちゃんとピチカートの中には根付いていて、こう今改めて聞くとピチカート5の中に根付いているそのロックの部分っていうものも感じ取った時に好きだなって思っていたのかもしれないなっていうのも思った一曲だったので、改めてまた大人になってこの曲を飲み屋さんと一緒に歌うっていう時に本当に感慨深かったですね。あの歌詞の出てくる女の子も、はい、スーパースターのロックスターを好きになった、はいはい、好きだったかの女なんですよね、うん、そうなんですよね。女 でどうせ私は捨てられるっていう、はいはいはい、けど次の街まで行こうっていう、でもちょっとあそこでちょっと切なくなるんですよね。なんかちょっと本当映画の最後を見ているような感じ、でもこう続いていくみたいな感じですよね、うん、まさにロードムービーな感じがするのですが、うん、あ、確かにそう言われたらすごくグリムスパンキーの世界観と共通する部分があるのかもしれない。一方の亀本さんなんですよ、お待たせしました、はいはい、サッカー少年だったんですよね。そうです、あの小学校で最初サッカー始めたんですけど、はい、ちっちゃい小学校で大きな町に行かないとサッカークラブがなくて、そこに入ったんですけど、ほとんどの残りのクラスの男子学年20人ぐらいですよ、10人ぐらい少年野球に入っちゃって、あららららら、で僕一人だけ町のサッカークラブ行ってて超切なくなっちゃって、辞めちゃって、あ、辞めちゃった。で少年野球をやったんですよ小学校まで、はい、ですけど、まあ、サッカーやりたかったんで中学校入った時にまた部活入って、高3まで6年間やってましたね。でいつから音楽になったんですか。音楽は高1の春休みぐらいに初めてギター買ったんですけど、高校入ってからずっとバイトもしてて、でサッカー部やりながら土曜日は練習試合があって、で日曜日は大体オフなんですけど、土曜日の夜と日曜日の夜大体バイトしてましたね。土曜日はお昼練習試合して夕方からバイトみたいな。これさ何の話しましたっけ。でバイトだ、ギターどこ行った。そうで、バイトをしてたんですよ。でまだサッカーやりながらバイトしてて、はい、でバイト代が入るじゃないですか。はいはいはい、はい、そこ鈴木を言います。そうゴール忘れちゃったね。ゴール忘れサッカーやってたのゴール忘れちゃった。はい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 。でそのバイト代で、まあ、ギターを結構買ったんですけど、はい、趣味を探してたんですよ最初。で何でもよくて継続してなんか身になる趣味をしたいなと思ってて、特に本当に何の理由もなかったんですけど、まあとりあえずギター家に1個あって困んないし、まあそうですね、かっこいいし、はい、7000円ぐらいのやつ買いました。へえ、同じ高校だったってことですか。はい、そうです。で松尾さんを誘ったっていう。あ、松尾さんに誘われた。松尾さんが誘った。でも松尾さんでもなく、そのバイト先の1個上の先輩が、その人ベースやってて、それが本当に数ヶ月前にグリムスパンキーに入ってたんですよ、うん、ほう。でその人と僕がギターを始めたんでギターの話をするようになってグリムスパンキーに入るようになった。そうだろ、お願いします。あの、はい。まずグリムスパンキーは、私が高校1年高校入って、そっから説明していこう、うん、高1の5月ぐらいに作ったんです、グリムスパンキーを、はい、でもうちの高校はあの軽音部禁止だったんですよ。 ありますよね、うん、
有志バンドなら OK って言われてたんで、ほうほうほう、バンドメンバー集めたんですけど、やる気がないんでみんな、あの文化祭だけ、で、まあ、グリムスパンキーはとりあえず文化祭用にやったんですけど、その後こう抜けていく人もいて、誰かいないかなって時にそのベースの高校3年生の先輩がやりたいって言ってくれて、でとりあえず3ピースバンドになったんですよ。でその後にそのベースの先輩がバイト先にギターやってるけどバンド組んでないやつがいるから入れないっていうことで来たのが亀だった。で私が高校1年生の秋ぐらいにオリジナルをちゃんとやるグリムスパンキーがこう組まれたみたいな。高1でもうオリジナルやるっていう意識ってすごいですよね。なんか松尾さんが急に作り出したんじゃないの、うん、そういうもんだと思ってたんでしょ。そういうもんだと思ってました。あのあその常識の行き違いがあったわけですね、はい、そうですねみんな だいたいコピーバンドとかになりますけどね、はい、そうですね。でもバンドやったら曲作るもんだって思ってたんですよね、うん、なんかそれはやっぱ上層教育の賜物ですよ。いやいやいや本当に。でちなみに亀本さんはどんなガールズポップスとか聞いてましたか、はい、でも学生時代は女性のアーティストそんな聞いてなかったですね、今思い返しても。はい、わかりました、ありがとうございました。全然聞いてなかったな。あ、そう。だからレミさんはその後ですよね、はい、バンド組んだ後とか何聴いてらっしゃいましたか。ビートルズにハマったんですよ、まず、で、はい、そのビートルズがなんで好きかっていう一つのポイントとして、はい、ポール・マッカートニーのメロディーがすごく実験的でクラシカルでどこに行くかわからないっていうところにときめきを覚えた時に、ジョニー・ミッチェル聴いたら、はい、ジョニー・ミッチェルのメロディーもとんでもなくこうどこに行くかわからない、こう普通の人じゃ作れないようなメロディーを歌っていたので、その当時お熱だったビートルズの好きと、はい、そのジョニー・ミッチェル聴いた時の好きっていうのがつながって、学生時代はジョニー・ミッチェル聴いてましたね。へー、はい、ブルーっていうアルバムもずっと聴いてました。確かにニューアルバムもうその、はい、すごくビートルズに色濃く、うん、あの影響を受け、しかもそのビートルズの、はい、おっしゃってたそのポールのちょっとやべえ部分が出た曲が色濃く影響された歌とかも僕はちょっと感じられたんですけど、 ありがとうございます。多分血となり肉となりになってるので、ですよね、はい、そんなジョニー・ミッチェルから一曲お届けしようと思うんですが、はい、My Old Man、はい、こちらお好きなところは。はい、ジョニー・ミッチェルの魅力はもうどこに行くかわからないメロディーだったりとか、摩訶不思議なんだけどすごく美しい、まあ、その歌声もそうですし、でもこうどこかこう怪しい世界行ったりとか綺麗な世界行ったりとか、その感覚の揺らぎがとても面白い楽しい曲ですね。では曲紹介お願いします。はい、ジョニー・ミッチェルで My Old Man。 オールドマンをお届けいたしました。この曲中に亀本さんトイレに行くという、はい、曲中に行ってこれました。よかったですね、はい、大丈夫ですか。はい、よかった、いい感じです、絶好調になりました。さっきまで我慢されてたんですよ、ね、ちょっと我慢してました。そっか、言ってください。ありがとうございます。そんなグリムスパンキーなんですが、その 60s 70s の音楽を基盤されてる部分が多いと思うんですけど、はい、やっぱそこが一番お好きって感じですか、うん、そのロックができた時代から現代まで全部好きなんですけど、自分の好きな音楽をピックアップした時に自分の好きな要素が多いのが65年から74年ぐらいまでみたいな、刻みますね。がファッションもそうだし、そういうロックもそうだし、好きだなって思うのが集中していて、そうグリムの音楽を聴いてて思ったんですけど、はい、この65年から74年ぐらいの影響は受けてることは聞いてても分かるんですけど、はい、そっから日本語でロックで生み出してるわけであって、うんうん、その文脈って当時のその75、6年に活躍されたその日本語のロックの方々とか、まあ言ったらハッピーエンドの皆さんとかとかと言ったらやってること同じじゃないですか、はいはいはい、なのにアウトプットが全然違うんですよね。あ、これ何なんだろうと思ってて、はいはいはい、文脈が一緒だったらアウトプットが似ててもおかしくないんですけど、ハッピーエンドもすごい好きで聞いてたんですけれど、やっぱこうハッピーエンドの真似をするよりももうその奥をたどっちゃったんで、そのハッピーエンドも影響されたものを聞いてちゃんとこう自分の表現とハッピーエンドとかそのナイアガラとかそういう人たちっていうものをこう分けることができたかなと思って、やっぱたどったからこそあの自分の表現っていうものがこう新たな道としてこう確立できていったかなって思っていて、特に60年代から70年代の文化っていうのがなんで好きになったかなって考えた時に、もしかしたらピチカート5が大きかったかもしれなくて。ああ、なるほど。はい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 。で、野宮さんが身にまとっているツイッキーだったりとか、そういうファッションだったりとか、デザイン的なものを、
物心ついた時から見ていて、それが素敵だなって思っていたんで、その感覚っていうのがどこかに眠っていて、時は経ち中学生になってロックに興味を持ち出した時に聞いたり見たり安心する年代が60年代のファッションや音楽に行き着いてしまったっていうのがあって、だからなんか結構幼少期の経験ってすごい大事だなって改めて思いましたね。もうどうしても好きなものになってしまったんで理由もなく。ほう、でもそこら辺の趣味っていうのは亀本さんとあったんですか？最初は全然合わなかったね。全く合わなかったですね。全く合わなかったね。全く合わなかった。そうなんですね、はい、高校時代は、ビートルズのこれ聞きなよとかフランクザッパのこれ聞きなよとか、まあいろいろなロックをこう渡しても全く聞いてくれなかったんですよ。聞いて分からん、あの興味を持ってくれなかった。何がいいのか分からないと、うん、だから結構ジャケットでこう時代を分析するの私好きで、例えばジャケット見れば分かるからね。そう、あのボブ・ディランだとしたらいっぱい出てるじゃないですか。そうですね。そのうちにあるレコードを並べるとタイポグラフィーがだんだん変わっていくわけですよ、大きさとかみたいなのをうちにこうみんな遊びに来た時にやったりしてたんですけど、まあ誰も興味ないですよね。面白いのに ね。でも興味ないでしょ。でも大学に入ってやっとそのカメが自分でそのロックをこう先輩からとか教えてもらったり聞き出した時に共通言語がそこに生まれて、そこからよりこうグリムの音楽性っていうものは確立されていったかなって思いますね。よかった、カメちゃんがそっち来てくれてよかった。そんなグリムスパンキーなんですが、楽曲多くは松尾さんが作詞作曲、そして亀本さんがアレンジを担当されてますけど、そうですね、具体的にどういった工程を踏まれるんですか？曲によるんですけど、例えば、まあ、普通に弾き語りで作って、渡してっていうのを丸1、まあ、それ、ね、で丸2ギターリフとかイントロとかだけカメが最初に作ってて、こういう曲の雰囲気どうみたいな感じで、そこからこう共有してお互いに作り始めるとか、ループしたこうトラックだけあって、そこにお互い好きなものをつけて合体させて面白いものができたとか、彼がリフだけ作っててとか、まあいろんな方法でやってますね。なるほど、はい、この間ライブで MC でおっしゃってたのがドイツとかに行かれて、そこで作曲するってことなんですか？もうそこで、まあ、歌詞になる、まあ、歌詞にしようとも思って書いてないんですけど、まあ、いろいろ書いとくんですよ。いろんなこと思ったことだった。そうで、それを持ち帰って、一旦映像にするんですよ自分の中で。ほうほうほう。その思い出をというか、で一歩引いたところで、だから物語を自分で見れるようにして脳内で、で曲を書いていくみたいな。いや面白いっすね。言葉をいっぱい並べて、それがある意味ちょっとしたトリガーになって、映像をバーンって思い出させて、そこからメロディーと歌詞を紡いでいくって感じなんですかね。そうですね、そういうやり方だったり、この前も行ってきたんですけど、行った時は日記を書いたんですよ。今日はどこ行ったとか、乗った電車がこうだったとか、それがもうほぼ私たちのゾンタークって曲があるんですけど、その曲になっているんですよね。だからもう曲に なりそうだったりとか、あとグッズのデザインとかもやってるんで、そういうデザインの要素になりそうなものも全部とにかく書きます。で、あの持ち帰って消化します。あとやっぱ触れざるを得ないのが、その松尾さんの声がやっぱりそのミュータントだと僕は思うんですけど、しかもめちゃくちゃキー高いじゃないですか。キーが高い曲を求められることもあるんですよ、タイアップとかで。もうちょっとこう歪んだ声がポーンとくるやつが、っていう時には今までキーが高い曲ってほとんどなかったんです、グリムスパンキーの中で。そうなんですね。だからメジャーデビューしてタイアップやるようになって改革していった感じ、自分も。はい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 、はい、だったんで、そうですね、歌いにくい曲作ったなって思いますね。でもともと高一の時から亀本さん出会った頃からこのぐらいハスキーだったんですか？ハスキーってわけじゃなかったんですよ。そんなにだって張り上げてないじゃん。そうそう、あの高い歌を作らなかったので、不思議な声だなとは思ってましたね。だから、曲調も割と不思議な曲調だったんだよね。ハードでロックでみたいなイメージゼロ。そうだね、不思議な感じのバンドで、変わった声で歌う子だって感じが印象ではあったんですけど、しゃがれてるとまだ思ってなかったかな、やっぱね、最初の頃、でやっぱ高い声出すとやっぱさ結構ガーッとなるから、高い声出すようになってからね、そのやっぱしゃがれ具合が強くなったのが。だってさ、その今までずっとライブハウスでやってた時とかさ、誰一人として、一人としてジャニス・ジョプリンって言葉を出した人いなかったもんね。
ああ、その類似。僕は言われたことがない。あ、そう、私結構言われてた。うん、高校の時から。高校の時から、うん、言ってる人いた。あと、ね、もう話全然違うじゃん。多分亀には言ってこない。あと、ね、何もジャニス・ジョプリンって一回も言われたことないよね。私高校生の頃からのカート・コバンみたいだねとか。あ、本当。じゃあそうみたいな。じゃあ僕はだけそう認識してなかったってことみたい。蚊帳の外だったんですね、亀もさんね。自分では全く思ってなかったよ。あ、そうなんだ。うん、だから僕はそれを世間の総意だと認識したのかも。松尾さんが思ってること。でも松尾さんはそう思ってたの？いや思ってないよ。だって普通にじゃあそう思ってたのって僕が思ってたみたいに思ってたどういうこと思ってな思ってたどういうこと？いや私はやっぱカートコバーみたいな。この話やめましょう。やめましょう。思ってたの？次の曲いきますよ。よくわかんない。そんな松尾さんが歌声がすごいっていう曲を一曲選んでいただいたんですが、はいはいはい、こちらラナデルレイ。はい、ラナデルレイ、ね。2014年の作品なんですけど、はい、これはどういった方なんですか？ラナデルレイって女優もやってるよ、ね、モデルなんだっけ？なんかミュージシャンでもあるんですけど、うん、セレブレティなんだよ。そうだからすごい見た目もすごい綺麗で、でも CD を聞くとすごくダークで、はい、実体のない感じ。つかめない感じっていうのがとてもこう魅力的で、これはどうやったらこういう声になるんだろうってすごい不思議に思いますね。例えばミックスでなるのかとか、ミックスでとか処理もすごいよね。すごい多分面白いこと攻めてるよね、やってると思って、まあとにかくいい感じに沈んでるんで、うわ、聞いていただきたいです。じゃあ曲紹介お願いします。はい、ラナデルレイでクルエルワールド。Share my body and my life with you. That's way over now. There's not more I can do. You're so famous now. Got your Bible. Got your gun. And you like to party and have fun.And I like my candy, and you're with mine. I'm finally happy now that you're gone. Put my little red body dress on. Everybody knows that I'm the best. I'm crazy.ラナデルレイでクルエルワールドをお届けいたしました、はい、なんかどっか行っちゃいそうそうですね、なりますね。これでグリムスパンキーは1月31日先日ですね、はい、シングル愚か者たちをリリースされましたが、はい、こちらねその映画のタイアップということなんですが、うん、どういった作品になられました？タイアップで、まあ、1曲書き下ろしたものと、はい、3曲入りなんですけど、はい、ジャケットも含めて、ええ、シングルだけどミニアルバムみたいな感じに作り込めたかなと思っていて、はい、愚か者たちはもう1年前にはあった曲なんですよ、レコーディングしていて、はい、で愚か者たちを作った後に、ビザールカーニバルってアルバムを作ったんですよ、はい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 、だからめちゃくちゃこう寝かした曲なんですけど、それをそのビザールカーニバルが発売された後にリリースするってことで、でもその愚か者たちの2曲目に入っている、はい、また新しい曲は最近一番最近にできた曲っていう、なんかそのアルバムを超えてこう過去と未来がつながったみたいな感じになっていて、ですね、はい、それだけ聞くと全然こう違うタイプの曲なんで、グリムスパンキーってどんなバンドなのって知らない人は思うと思うんですよ。確かにそう思った人に3曲目キャロル・キングを昔の名曲を今に届けるっていうその血筋っていうものを感じてもらえたら、きっとこのシングルの答えがつながるんじゃないかなっていう作品に作り込みました。ストーリーがしっかりしてますよね、はい、そうだったんですね。ビザルカーニバル前だったんですね。そうなんですよ、っていう意味でもちょっと面白いですよね、そうやって聞いてみるのも、はい、ではニューシングルですね、はい、お聞きいただきましょう。曲紹介をお願いいたします。はい、では、新しいシングル聞いてください。グリムスパンキーで愚か者たち。
グリムスパンキーで愚か者たちをお届けいたしましたが、この曲ダークですよね。ダークですね、もう映画の内容が結構ダークなんで、 そうだね、その映画を見てから書いたので、そうだね、心がきっとダークになっていたんでしょうね。音にも現れているし、最初のドゥーンドゥーンドゥーンっていうリフから始まるんですけど、それが日本人結構よく好きなんですけど、例えばゴジラとか、ああいうのが出てくる、なんか出てくる時の感じ、なるほどなるほど、危険なやつな、そう危険なやつ、怪しくて危険なやつ、あれをイメージして作ったんですよ。だったんでそれも怖いというか、ダークな雰囲気を醸し出してくれてんじゃないかなと思ってて、でも実はあれはザ・バーズからこうインプットして、そのああいう音階というかメロディーを、だから12弦で弾いてるんですよ、あのリフは。実はそういうとこから引っ張ってきていたりして、温故知新というか、そうですよね、ありつつ現代ので聴いてもイケてる音っていうものにこだわってます。なるほど、はい、そしてですよ、5月に初めての武道館公演っていうことなんですが、はい、どうですか。楽しみだなっていう感じですね。僕も楽しみです。ありがとうございます。スケジュール一応開けときました。ありがとうございます。いろんな人からやっと武道館だねとか、もう待ちに待った武道館だねみたいな言われるんですけど、全然そういう感じじゃなくて、気持ち的には、もちろんこう武道館でやれるのはすっごいありがたいこと で、ね、もうみんなありがとうって感じなんですけど、武道館を目標にしてるわけじゃないんで、そうですよね、やっぱこうもっとこう目標は大きいというか、規模じゃなくて、そうですよね、音楽的な、わかります、わかります、はい、なんかそういうものを伝えられるライブにしたいなと思っているので、ちゃんとこうロックの愛が武道館から溢れちゃうぐらいの夜にしたいなって思ってますね、そうですよね、はい、だって人に音楽を伝える手段としての武道館ですもんね、はい、そうなんですよね。だから何枚売ってるとか何人来てるとか、なんかそれももちろん大事だけど、それよりまずその前提としてどれだけ自分たちが最高だと思う音楽を作れているか、どれだけ挑戦しているかっていうのがやっぱミュージシャンとしてクリエイターとして大事かなと思ってるので、そこを忘れずにやっていきたいと思います。かっこいいっすよね。というわけでちょっと名残惜しいんですが、ずいぶんお話ししてしまったので、楽しかった、ありがとうございます。ぜひちょっとまた来てください。はい、もうぜひお願いします、武道館遊びに行きますんで。ありがとうございます。というわけで本日のゲストはグリムスパンキーのボーカル&ギターの松尾レミさん、ギターの亀本博樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒャダインのガルポポ、お別れのお時間が来てしまいました。今夜はグリムスパンキーのお二人ゲストにお迎えしました。いやいや、グリムの皆さん、いろいろこれから活動していくと思うんですけど、ご本人たちに言いそびれたんですけど、映画作ってほしいと思って、ご本人たちは全く出演してない系の映画なんですけど、まあ、誰が出演するか分かんないんですけど、35分ぐらいの映画でいいのかな。で BGM を全部グリムスパンキーが担当して、で全然歌じゃなくていいと思うんですよ、インストとかでいいと思うんですよ。インストのグリムも聴きたいっていう、で要所要所で歌が出てきてっていう、なんかね、映画をこの際も映像とガブリ四つで作ってほしいななんていうことも思いました。まあただのこれおたしゃべりなんですけど、いわゆるおたがこうあったらいいなっていうただの妄想話なんで、気色悪いおたの妄想語りをこの辺にしときたいと思います。グリムスパンキー、皆さんぜひよろしくお願いします。というわけで、ヒャダインのガルポップなんですが、次回は2月の16日金曜日夜10時からの放送です。お楽しみにしといてください。お相手はヒャダインでした。ごきげんよう。